サカイクキャンプコーチの菊池です。今回は初心者に多い状況に合わせてコントロールができないという悩みを改善するトレーニングをご紹介いたします。はい、親が最初にボールを持ちます。ボールを投げて子供は、コントロールします。クッションコントロールでも大丈夫です。あとはエッジコントロールでコントロールをします。と次はクッションコントロールです。はい、これが上手にできるようになったら今度は少しプレッシャーをかけます。はい、より実践に近づけるために子どもは大人のプレッシャーを見てから判断します。プレッシャーがあまりない場合はクッションコントロールでしっかり自分のボールにします。プレッシャーが激しい場合はエッジコントロールでボールを動かしてコントロールします。早ければエッジコントロールでコントロールします。プレッシャーが弱ければクッションコントロールでしっかり自分のものにしてやります。はい、大人のプレッシャーを見てコントロールすることでより試合に近い状況になります。ぜひチャレンジしてみてください。